でいきましょう、トーラ選手 VS タミフル選手の対決です。勝者側準決勝になりますね。そしてサンバ選手です。そう、いきなりジャストガードを決めてきているのが、まあ、トーラ選手ではありますが、まあ、ダメージを先に与えたのはタミフル選手ですね。最初のファーストヒットっていうのは非常に、まあ、このゲーム、まあ、対戦ゲームでおいての、ね、気持ちの持ち合いがやはり違うなと思いますので、そしてそこでタミフル選手がコマを利用してなくて間にチャンショットを当てるという、相手のチャンショット球をかき消しながら自分はリターンを得るという流れなんですね。その流れを生かしたまままず 59% まで稼いでいたのがトーラ選手ですね。ミサイル当てて飛んでいったところを空中白攻撃でそのまま追撃、一気にガキハチを追い上げて有利状況が、まあ、上から戻って中央に戻ってくる。やはりロボの強みを生かしていきますね。ロボレーザーあるところを下 B のパンツのゴムでかいくぐっていくか、これは横 B を出してやっていきましたが硬直が長くそのまま撃墜となってしまった。さあ、今3ストック残しているが、これは撃墜にはならない。3ストックを維持したいが、タミフルさんにこれを 1% のダメージ 0.1% のダメージを与えることができている。でなんとか 13% が来た。そこから流れを取り戻せてきているか。そうはさせないとすぐにコマを利用して当たってしまう。ダギが追い出されてこのロボの場所を何度か崩す。逆に崖際に追い出してトーラサムスの籠城が始まるか。始まらさせないとやっていって、チャージのやめた一瞬の後隙にロボの空中白攻撃が当たって撃墜。しかしパーセントはおおよそ 80%。 それをさらに広げるのがトーラサムス。ここで攻撃しちゃうのをされつつの展開が続いているが、リードを保っているのはトーラサムスか。一瞬のミス、操作ミスが起きたが、その撃墜しまって攻撃が差がついたトーラサム。攻撃が差がつき一気にリードを得たトーラサムス。リードを保ったのは流れも保っている。指1本、ロボの腕1本触れさせません。まず腕の動きが1本ヒットするが、すぐさま繰り返すトーラサムスのこの緻密な行動能力。まあ、先生近くなってきましたが、この一足先に落としたいのはやはりダミス選手が来ましたが、空中ウェビーのロボバーナーで復帰してきたところを欠かさずサムスの空中衝撃を当てて撃墜。明らか状況不利がトーラサムスだと思われましたが、なんと撃墜されていたのはタミフルロボットだった。しかしここから BO5 のため、まずはこれまあ最初の一歩といったところでしょう。ここから次負けてしまっても2回の負けから経験を得て、そこから逆転勝ちするということになります。それが分からないのが BO5 です。さあ、運命の2本目やっていきましょう。さあ2本目も流れいけ持っているのがトーラサムスか。ニュートラルで突っ込んできたところもしっかりと上 B スクリーアタックでリーダーを取っていく。いわゆる差し返し、さあ飛び道具、対飛び道具のキャラではありますが、新距離の殴り合いが続く。一体距離を置いてスクリーアタックで追撃に来たが、逆にロボの空中ニュートラル攻撃で外界に落とす。リーダーを得てるのはフルロボットであったが、ガキ上がり非常に上手でトーラサムスが、まあ、頭の流れを支配している。これは撃墜になってそのまま 3-2 でトーラサムスがリード。リ
2足目そのままもう 50% 稼いでいる火力稼ぎの魔術師トラ。さあその状況に空位を当てるセンス非常に素晴らしい。着地にコマあったいが防御力もピカイチ。さあコマ取らず合わせて後ろ回避で裏を取るが逆にそこまで読み切っているのか。撃戦タイミングが近くなってきたがトーラサムス攻めの手をやめません。崖上がりも冷静だったがこれは掴んで下投げして埋めた状態から空中空域右側に飛んでいくがまだ大丈夫。そこまで追ってくるのか怖すぎるが。さあ撃墜されそうなのはトラサムスであるか。これはコマが悪さして上投げで撃墜。105% 対 22% 大きな差はあるが先ほどからサムス側の火力がありますがロボの火力もやはりあるところ。この 50% 差ひっくり返すと思われます。さあじりじりした読み合いで静かな戦いが続いてますか。チャーショットと弾かされてコマが邪魔している。チャーショットチャイド前に食べられないのでサムス側にとっては結構めんどくさいのかなと思います。先ほどよりコマの使用頻度多くなって流れがこれはタミフロボットに傾いているか。そしてそのコマを奪っていったトーラサムス。ここにはあえてコマに目をくれず状況をボアを直していきます。タミフルロボットのこの場の制圧力ここから逆転が見えていくか。崖上がりに対してトーラサムスの空中前攻撃持続がかなり長い攻撃であるため1個当たると連続がやってしまうが着地が出て空中攻撃当てて撃墜。そしてここでロボの横火当てて撃墜。さあそんなこと言ったように海さんが戻ってまいりました。いますか、まあ、この試合の方は実況させてを続けさせていただきます。さあ 1-1 の状態流れをこれを掴んでいるのがトーサムさんがまずニュートリゲ戻らすと思わせて掴みを置いてある。ないないヘイダーな終点というステージでやはり心場をめくらせるのは厳しいか。しかし一体お互い中央に目を向けた状態でニュートリゲもついていく。これは乗っていくコーマと口でニュートリの使い方が非常に素晴らしい。タミフルロボット着地狩りを回するロボバーの仕方が非常に光っておりますがパーセント逆転したのかな。タミフロボット重い刺激を当てようとしたがまだ大丈夫。ガードに耐えていく上から空気はボムが出したがサムスの横スマッシュ当たってしまってまだまだ崖に行く。コマが邪魔するミサイルは消していないことをちゃんと確認して、そしてこれは上がってきたところに横ビーを当てて撃墜。巻き返していって1本取り返したのがタミフルロボット。さあ素晴らしい試合を見せていただきました。 1-1 の状況軸の方帰りました。海石とお知らせよろしくお願いします。3戦目はポケモンスタジアム2を選択。やはり決着はね、みんな大好きポケモンスタジアム2がふさわしいか。トーラサムス VS タミフルロボットいきましょう。3本選手の3本目です。さあ始まりました 0% ビーム 0%。 さあビームを出してチャージショットとビーム VS といったところもあるかもしれません。コマを出して2位から空中前着地をした行しっかりとスルーと受けていきます。トーラ選手ビームを出して空前になっていく。エネビー当てて掴み空前コンボダメージ一気に稼いでいきます。選手いやコンボもやっぱりね強いですけどコンボの指導となる技の当て方も上手いですよね。もっとコマを持ってしまっているうまくあってね 114% 入れて上からの復帰許しません。空中地上もしっかりと着地してタミフル選手判定の効き方を分かってますよね。投げて空中前崖際を攻めてビーム近距離ビームなるほど後ろに投げる。さあ掴みを一点読みして帰ったかのような横回避をしっかりと入れていく。掴んでいって後ろ78コマを転げようとしてコマを出してスルーで受けてコマを持って空中前
速そうですね。さあ、トーラ選手、ミサイルと一緒にゆっくりと復帰していきます。上スマッシュは上宮、空中しろ、空中し、生きてる、素晴らしい、生きるし、クイルから何か怖いが冷静にもなりません。トーラ選手だけ外も自分の身元と言わんばかりに銃を虫に駆け巡っていきます。いや、MVP の使い方が上手いですね。相手に MV を貯めて攻めさせてしっかりと打つ、狙っていきます。ビームを当てる、コマを出してさあ、いや、ピッチしなくなるか。いや、コマの使い方が本当に上手いですよね。ビームが当たりません。マジシャン、うまい、おっと、うわー、今空中前に空中を忘れもしたんだけどね。素晴らしい、しっかりと合わせてきました。トーラ選手一歩前に出てましたね。空中からコマを出して上スラッシュ、逃がしませんでした。その横回避、見てから対応できると言わんばかりに、さあ、コマをガードで消してチャージショットが当たりやすい状況を作っていきます。さあ、読み合いは空中上、発生が早い、上に負けるダメージを稼いで 41%。 コマを出して、コマを消して、お互いに近づき方がね、絶妙ですよね。空中に引っ張って、コマを出して、コマを出して、チャージショット、横スマッシュ、絶妙の前管理、叩き込んで空中した0%で 30%。 いや、これがね、トーラ選手のね、うまみ強いですよね。中距離でチャージショットや横スマッシュ見せておいて、突然前を詰めて空中してきて空中したんですよ。これがトーラ選手、前管理の鬼。空中選手、空中前狙ってどの間合いでも対応できるっていう感じしますよね。チャージショットと色んな風で横スマッシュで同じで稼いでいく。こちらも負けじとコマを当てる、ビームを出してコマを持って腕で下に落としてジャックから読み合い、指割って続きを置いていくか。あ、空中下に乗ってましたけどね。あの発生の早いものの使い方、トーラ選手よく分かっています。逆にロボット横スマッシュ、ロボットはちょっとね埋めて、で、上スマッシュ、読み合いでしたね。これはどうするか、前に投げて状況を作っていく、狙っていく、空前スリルで避けるトーラ選手、空中後ろは車が分かっています。ビームも避けて、素晴らしいトーラ選手。いや、車が怖かったですね、今よく避けました。狙ってくれないか、かぶせ、掴んで上投げでバースト、返していきました。ストックさん、上級ストックさん一緒、パーセントはかなり上がっていますが、クイズ狙って掴んで前投げ、いいえ。いやー、トミフル選手冷静ながら攻めるところを攻めます。リスクを追うと思います。41、無着地狩り、冷静に着地しようとしたところにトミフル選手はもっと冷静、ダメージ稼いで59。さあ、いや、チャージショットが上手いですね。掴みに狙って上手い NB で、まだいってるよ、回避を使ってしまったが上から受け、回避はない状況をどうしていくか、腕の見せ所、タミフル、うますぎる、トーラーチャージショットでワースト、日本選手あと1本いけるか、トーラ、それともタミフルか、巻き返していくか。回避がないのがミソでしたね、最後。決して、ね、プレッシャーをかけるうちに意識させつつ、最後はチャージショットで決め込んでいきました。4戦目 BO5 になりますので、4戦目があります。行きましょう、トーラサムス VS タミフルロボット、始まりました。 0% で 0%。 さあ、コマとチャージショットとビームがどうなっているかというところ。さあ、ロボットのでっかい体に対してしっかりと空中上を合わせていきます。動きを狙って一回パイパンにしてフェイントを仕掛けていく、上ビーでごまかしていくトーラ選手、クイーンを当ててコマを置いていく。うわー、全部避けるタイプになってる、全部避ける人じゃん。空中上、SD 空中上当たるんですね、近距離。タイロボットしっかり投げてます。投げて、空中しろ。常に
最大の、今年から多くなっています BA 確定して NB 食べて9枚は NB チャーシューテルでガッティングですね決勝した大箱多いですねなんとかいい9枚セット目おっとっとっと BA あれで B 上おここも5一気に行きますか道路選手 NB 掴んで1点投げる NB をコンボパンにするんですねチャージショット小さいチャージショットの球上からの復帰冷静に上げるうまい駒を使わないという選択ですねさあしかし気づけば上投げればあと道路選手なんか浮かされてるのにすぐ有利位置飛びますよねいつの間にかもう恐ろしい人です恐ろしい人クエネうまいふわふわした立ち回りからしっかりと着地しています上のクエネで返す連覇の報道掴みクエネをクエネで返すウエネ選手しっかり相手の来る技を分かっていってそれに対する対処って完璧しかしダメージが稼がれているエビさあ攻めたい状況ではありますがジャッキングを伸ばして前を伸ばしていく先をおおうまいウエスマッシュこっちもうまい今駒に当たって展開してみたいな感じになると思ったんですけどそれを避けた後に避けてもタミスマさんがタミスマさんが打ってきましたねよくスマッシュグランプリングビームからのスマッシュコンボ近距離も遠距離も中距離も全てが通るの場合と言わんばかりの始まりおっと何か見えたよしかし9枚9枚避けて9枚叩き込んでいくトーラ選手トーラ選手冷静でしたねこのパーセントでもバーストがあるということを強い人ほど分かっています戻って戻っておっと気の上駒を優しくタッチ崖際ライン戦大事にしていきたい少しずつビーム少しずつチャージショットを貯めていきますしかし攻めてくるのは道路選手しびれを下してしっかりと出ていきます空中で外に運んで回避を空中でいやー避けますねいや崖つかみますね優しいタッチからもう倒して NB これが強いちょっとチャージショットがうまい判定残ってるタイム掴んで投げでした弓矢は上強化空中で避けますいいつかみここで攻め切っていく上京が空中でいつかに打てるベクトル変更ができやめうまい完全に読んでる今ねさっきまで空中前でいじめていたからこそジャンプを誘って空中で俺がタミフル選手ですエゴスマッシュ狙って空中へ出る痛い人が欲しい今絶妙な前からトーマ選手どう近づけばいいタミフル選手9枚ずらして9枚受けて焦りませんトーマ選手自分が攻めるのではなく近づいてこいと言わんばかりに見えるバースト完璧素晴らしいタイムトーラ選手が決勝進出決勝です決勝進出